どうもフリマゴと長谷川です。今回ですね、トランプ国民の意見を集めるために公式サイトを作ったという話です。オチとしては2021年8月までに何が起きるのかというところなんです。両陣営の話の前に、まずは現在のアメリカです。2021年3月24日、バイデン大州長はカマラ・ハリス副大州長を移民対策トップに任命。ところが現在の移民の状況は、アメリカの国境沿いで移民の密輸商売が繁盛しています。しかもトランプ政権の頃は移民の収容施設にはたくさんのスペースがあったのに、前回の動画で紹介したように80人用の移民の子供用スペースに709人がすし詰め状態。こんな状況なので、トランプ陣営の非営利団体プロジェクトベリタスに、アメリカの税関国境警備局の内部関係者が国土安全保障省の資料を暴露。それによると、違法外国人性犯罪者との遭遇件数が5年ぶりに高水準を示しており、2020年度は年間で154件だったのが、2021年度は2001年3月29日時点で214件を数えています。どうやらその資料よりも実際の遭遇件数は多い可能性もあるそうなんです。アメリカの国務省でも人権関係で動きがあり、2021年3月30日、国務省は世界各国の人権状況に関する2020年度の年次報告書を発表。それによると、ウイグルの弾圧をジェノサイド、民族大量虐殺、人道に対する罪と非難しています。その国務長官のアントニー・ブリンケン氏は、中国のウイグルに対する制裁を2021年3月28日に批判しました。同日にブリンケン氏はあの病気についても WHO が作った報告書の作成方法に疑問を呈しており、中国政府が執筆に関与したのではないかとしています。その2日後の2021年3月30日に、アメリカだけでなく、オーストラリア、カナダ、チェコ、デンマーク、エストニア、イスラエル、日本、ラトビア、ノルウェー、韓国、スロベニア、イギリスの合わせて14カ国が WHO のあの病気の調査に共通の懸念を表明。これはかなり大きい出来事なんです。米軍でもよくわからない動きが出ており、2021年3月28日にアメリカ戦略軍の公式ツイッターアカウントで謎のツイートが投稿されました。後に混乱させたことを謝罪します。先ほどの投稿は無視してくださいというものがあったんですが、これは何なんでしょうか。翌日の2021年3月29日に、在ドイツ米軍のマイケル・シェーンフェルト大佐がリーダーシップの問題やあの病気の検疫ルールに抵触したとして捜査を受けていることが発覚。シェーンフェルト大佐は23年の軍歴を持つんですが、何をやらかしたんでしょうか。ここからがトランプ陣営の話です。トランプ氏は2021年3月26日の声明において、前回紹介したジョージア州議会の不正投票を防ぐ法案可決に対し、ジョージア州が有権者規則を変えることを祝福するが、もっと早く変更できなかったのが残念と述べました。そのトランプ氏は、あの病気関連で対策をしていたアンソニー・ファウチ氏とデボラ・バークス氏の2人を非難する声明を2021年3月29日に発表。そこではファウチ氏をビーチサンダルのようにバタバタするフリップフロップの王様、バークス氏を証明された嘘つきと非難。ファウチ氏は自分を少しでもよく見せようとしている、バークス氏は嘘つきで誰にも信頼されていないと述べました。そして今回のメインニュースなのが、トランプ氏の公式サイトドナルド・J・トランプのオフィスの立ち上げを発表。サイトには大統領時代の功績として、1オバマ時代の5倍の家庭収入にした、2軍人・警察官をトランプ氏はリスペクトする、3不法移民などを国境警備政策などで阻止した、4アメリカファーストで威信を回復、5あの病気に立ち向かい無数の命を救った、この5つを挙げています。さらにサイトではオンラインのみでのアメリカ国民からの意見を募集しています。またトランプ氏は自身の邸宅であるマール・ア・ラゴでの結婚式のスピーチを利用し、大州長の就任3ヶ月間の様々な問題への対応を批判、特に国境の批判を行いつつ、観客に私がいなくて寂しいか？
と問いかけると観客から歓声が上がりました。そしてこれが個人的に気になるんですが、トランプ陣営の枕会社マイピローの経営者であるマイク・リンデル氏が不正選挙訴訟の結果、トランプ氏が2021年8月に戻ることになると発言。これは2021年3月29日のトランプ政権の首席戦略官だったスティーブ・バノン氏の番組でリンデル氏が語りました。リンデル氏はさらに、私が持っている全ての証拠が連邦最高裁に提出され、2020年の選挙にさよならすることになると続けました。果たして今後どうなっていくんでしょうか。以前の動画でも紹介したトランプ氏の新たな SNS の件についても続報があって、トランプ氏の元選挙運動本部長のコーリー・ルワンドウスキー氏が2021年夏までに新たな SNS は開始されると語りました。具体的には3、4ヶ月後にその SNS が立ち上げられるとのことです。その SNS についてなんですが、アメリカメディアのザ・ヒルとハリス X の世論調査によると、大統領選でトランプ氏に投票した回答者のうち 62% がトランプ氏の SNS を利用すると回答。これをトランプ氏の選対顧問のジェイソン・ミラー氏が2021年3月30日に興奮しながらツイートして、約7500万人の投票者の 62% は4600万人強のユーザーになる、すごい数だと付け加えています。マイク・ペンス前副大統領も2021年3月27日にトランプ政権の宇宙計画に関するツイートをしており、米国は月に戻り火星に行くとツイート。中国やロシアの宇宙関連に対するメッセージかもしれません。これも大事なところなんですが、2021年3月29日から30日にかけてジョン・ヘネシー・ナイランド大使が1979年以来42年ぶりに台湾に公式訪問。大使は台湾を承認された国と呼んだため、台湾メディアではそのことが報じられています。大衆庁に弾劾の文書を提出した共和党下院議員のマージョリー・テイラー・グリーン議員は2021年3月30日にマールア・ラゴを訪れ、トランプ氏と会談。前日の2021年3月29日にはワクチン接種の証明であるワクチンパスポートを非難しています。サウスダコタ州のクリスティ・ノーム州知事もトランスジェンダー関連の法案に対して撤回の意思を示し、代わりに選手を保護するために女性のみが女子スポーツに参加できるとする2つの行政命令を発令。どんどん大州庁に抵抗する州は増えています。金融関係でも資産運用会社のソロスアセットマネジメントの最高経営者ドーン・フィッツパトリック氏は、暗号通貨を取り巻く全体的なインフラにフォーカスしているとインタビューで語りました。特にフィッツパトリック氏は中国のデジタル人民元に対して脅威を抱いている模様です。さらにベルギーの上院は台湾の国際参加を支持する決議を2021年3月26日に賛成多数で可決。この決議で EU と台湾の協力強化を強調することと、 WHO などへ台湾が参加できるようにベルギーは EU に要求しています。ここからがバイデン陣営の話です。前回紹介したトランプ氏が南部国境を訪れることについて大州長は、我々は非常に自信を持って計画を立てており、他人が何をするかは気にしないと2021年3月28日に発言。これに対しネットではさらに炎上している状態です。またホワイトハウスらしき場所の警備員に噛みついた大州長の犬のメジャーなんですが、デラウェア州で休養してから1週間でまた国立公園局の職員に噛みつく事件が発生。これだけのことをやるので主人と似ているんでしょうか。ハリス副大州長もこれはどうよと思うことがあって、2021年3月29日の CNN の報道によると、副大州長が就任から2ヶ月以上経っても副大統領公邸に入居できていません。理由としては改築が長引いているそうなんですが、現在ハリス副大州長夫妻は大統領の招待客が宿泊するブレアハウスに住んでいるとのことです。この件について大州長陣営からの説明が全くありません。そのハリス副大州長なんですが、同日にコネチカット州ウエストヘイブンにあるウエストヘイブン児童開発センターで挨拶をしました。その際
民主党の政策と教職員組合のおかげで子供を教育するのに苦労している親たちについて副大州長は話しており、その最中に大爆笑して大批判を受けています。実際の動画を自分も見たんですが、様子が尋常じゃないので何かを日常的に服用しているのかと思いました。ヒラリー・クリントン氏についても新たな動きが出ています。国務長官時代に機密文書を送信する際に私用のメールサーバーを使用していたことを保守系の市民団体ジュディシャルウォッチがヒラリー氏の宣誓証言を求めたんですが、最高裁がその要求を却下。ヒラリー氏にとっては都合が悪い模様です。以前の動画でトランプ氏の地元のフロリダ州のデサンティス知事がワクチンパスポートの拒否をしたんですが、対照的にニューヨーク州のクオモ知事は2021年3月26日にワクチンパスポートの導入を発表。ワクチンパスポートについてはクリントン元大統領の顧問のナオミ・ウルフ氏も2021年3月28日にワクチンパスポート強制は西側の人間の自由の終焉につながる可能性があると警告しています。ウルフ氏はこのデータをペイパルアカウント、デジタル通貨と統合できるとも指摘しています。ウォール街でも気になる動きがあって、あの投資会社のゴールドマンサックスが2021年3月26日に同一銘柄を一気に大量に取引するブロック取引で105億ドル、約1兆1500億円相当の株の大量売却を行いました。ここに中国企業のバイドゥとテンセントミュージックなどが含まれています。その後にテンセントミュージックは10億ドルの自社株買いを行っていますが、ここ数ヶ月のゴールドマンの動きは面白いものがあります。この株の大量売却の動きは記録的なんですが、ゴールドマンも中国経済がやばいことを知っていると思われます。シアトルでも2021年3月25日、BLM の活動家として有名なクリストファー・アレン・ハムナー容疑者が嫌がらせ行為で逮捕。ハムナー容疑者は2つの事件で少なくとも5人のアジア人に物を投げつけ、攻撃的な言葉を浴びせたそうなんです。あのツイッターにしても2021年3月29日に世界各地でシステムダウンが起きました。一体何が原因でこの障害が起きたんでしょうか。 YouTube も新しいテストを行うそうで、2021年3月31日 YouTube は動画に低評価を公開しないデザインのテストをする予定です。これは大州長の動画のように低評価が異常についているユーザーにとっては都合がいいデザインだと思います。あのデスメタルバンドのボーカリスト兼環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんも新たな伝説を作っており、イギリスのウィンチェスター大学のキャンパスにグレタさんの銅像が設置されました。大学側はサステナビリティ、持続可能性と社会正義のために勇気を与える彼女を称えるという理由で23,760ポンド、約360万円の設立費用を出しました。この金額は学生側に使った方が良いのではないでしょうか。最後にご紹介するのは中国なんですが、中共の王毅氏はイランなどの中東6カ国を2021年3月30日まで訪問。同じイスラム教のウイグルの件について中東6カ国が黙っているのも気になるんですが、やはりお金が物を言うんでしょう。ここまでが現状なんですが、大州長陣営がどんどんめちゃくちゃになっています。それに対してトランプ氏は着々と攻める体制を整えているので、2021年8月までに何が起きるんでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。